本日曇り、台風が近づいてきていますが、結構台風は多いです。消費税が 10% に上がり、今後どうなるのか。昨日までやはり増税前のセールが自分の地域でも多くありました。やはりうちの奥さんも買いだめではありませんが、増税前に買い物に行きました。生活用品やお菓子類、他もろもろ、増税でやはり何が変わるか、今後キャッシュレス化はどんどん進んでいくでしょう。ポイントが結構還元されますからね、やはりでかいです。現金で買うよりも還元率が違ってきます。今後現金はなくなっていく方向にあると考えられます。まあお金の感覚がなくなってくるっていうのもちょっと自分的には危ないかなと考えます。ポンポンと何でも買ってしまうような人もいるでしょう。自分は欲しいと思ったらやはり1ヶ月ぐらいは考えます。すぐに購入するのはやめにしました。30代ぐらいまではすぐ買っていたんですが、それでは自分の小遣いが圧迫されて本当厳しい状況でした。今では本当に必要なものしか買わないので全く気にすることもありません。これからどんどん10% にした消費税、今後税収はどう足りない状況にはなっていくと思います。外国人労働者に頼る人手不足の部分もありますし、税金もやはり海外の人にも補填してもらう。今観光客がたくさん来るようになりました。
出国税などもあり、税金の取り方も大きく変わってきています。税収が増えればいいのですが、やはりまだまだ増えるというわけでもないでしょう。それにしても増税前の一大イベントみたいになっています。レジ業者なんか結構大変そうですよね。やはり機械の設定など設定し直すという部分を考えると、やっぱり苦しくなるでしょう。私もまあ本業以外にビジネスをやっています。消費税が上がることで値上げする部分も多くなってきます。やっぱり仕入れ値自体が増えてくるし、また売り値を上げざるを得ません。今まで大きく変わってきている中、10月以降どう消費のお金が変わるのか、私はクレジットカードで支払いしようかと考えています。コンビニでもカードが使えますし、他にいろいろ やはりネットの普及により買い物がかなり何でも手に入る時代になりました。昔は本当マニアックなお店が近くにあるかないか、自分はラジコンが好きだったのでラジコンショップなどあるとやはりワクワクしました。都会へたまに行ってラジコンショップを見ると、やっぱり規模の大きさに衝撃を受けたこともあります。レコードの数も違っていました。それぐらい田舎と都会では格差が広がっていましたが、今はもうそんなことはありません。全くの同レベル、同じものが買える時代になっています。ネットでクリックするだけでラジコンの部品が自宅へ届く。あとは配送業者さんなんか結構大変そうです。やはり人手不足の上に運送業自体が
人が集まりにくくなっています。一番今重要な部分だと考えますが、配送料なども抑えられ、なかなかうまくいかない部分も出てきてるのかもしれません。消費税増税で 2% 上がる、計算はしやすくなってますが、